はいどうも、長坂レモンです。本日紹介すデッキはこちら、ババーン、ヨーグモス委員ですね。はい、確かね、なんかもっとかっこいい英語名みたいなやつがあった記憶があるんですけど、はい、まあ某ルヤのところだとヨーグモス委員なので、はい、今回はまああのツイッターで見かけてね、面白そうだなって思ったんで持ってきました。はい、まあデッキがどういうデッキかっていうと、このスランの石ヨーグモスですね。このカード、まあ4マナ24のレジェンダリークリーチャー人間クレリックとプロテクション人間っていうね、もう人間大嫌いすぎるやんみたいな、人なんですけど、まあ1点ペイすると自分のライフ1点払って自分のクリーチャー1体いけない下げると、クリーチャー最大1体対象としてマイナス1カウンター1個置いてワンドローと、まあ黒でね、2色払ってカード1枚すると増殖を行いますよっていう、まあそんな感じの効果になります。でこれが何に使うかっていう話なんですけど、まあヨーグモスと、これですね、若き狼みたいな節持ち、まあ節っていうのが、まあ、死んだ時にプラス1カウンターが乗って出てきますよっていうので、まあこれが、2体いる時に片方を削るとマイナス1、まあ、プラス1カウンターが乗った状態で出てきて、で、まあ、プラス1カウンターが乗った方に、まあ、ヨーグモスの方からねマイナス1カウンター置いて、もう片方を削るとって繰り返すだけで、まあ、無限にね、まあ、1点ペイすることにワンドローができるよっていうところに、こういうアーティストですね、血の芸術家みたいなやつを突っ込むことで、まあ、あのそれをドレインに変えましょうだったりとか、こういうハパチラですかね、このハパチラさんとかね、その辺使うことによって、トークンを無限に並べましょうっていうタイプのデッキになります。はい、でまあここにね結構な強化が来ました。まず、まあ、喜ぶハーフリングですかね、このカード、今まで、下環境ヒストリックまでで使える1マナのマナクリっていうのが、ラノワールのエルフの神秘化の、まあ、緑が出るカードと、もう一つが、ガチョウかな、金のガチョウみたいな、まあ、1回しか出ないよねみたいなやつばっかだったんですよ。そこに、なんとびっくり、レジェンダリーカード限定で好きな色穴が出てカウンターもされなくなるイカレカードが追加されましたと。はい、まあ、あの今のね、指輪物語環境トップクラスのイカレカードだと思うんですけど、まあ、これが追加されましたよっていうのと、もう2つぐらいですかね、多くの読み使いっていう、まあ、このカード、まあ1点ペイだったりとか相手のドローをとがめる効果も強いんですけど、このデッキにおける弓使いの強みっていうのは、出た時にトークンを1体横並びしながら、まあ、強いカードを展開することができることですね。はい、まあ、要は自分でサクッてどうこうしましょうねっていう形と、それと、サムワイズギャムシーですね、このカードと大釜の使い魔を使うことによったループっていうのもできるようになりました。っていうので、ループルートがめちゃくちゃ増えたんですよね。ループルートが増えたこと、初動の安定度、まあ中、まあ初動からまあループするまでの間の安定度が増えたこと、そしてまあ今までね、この手のデッキってちょっととんでもない暴力をしてくるデッキ苦手だったんですけど、そこを一旦ね一つの指輪で受けることもできるっていう、まあ非常に強力な形になりましたね。はい、まあそんなわけで、まあ今回ですね、指輪を使った動きっていうのはできなかったんですけど、まあそれはそうとね、とんでもない動きをいっぱいできた、まあとんでもない動きというか、まあヨーグモスを使った動きっていうのはすごいできたことと、まあやっぱりね、DJ とかがめちゃくちゃ強いっていうことも含めて、まあどんな感じで動くのかっていうのは試合の方を見ていってほしいかなと思います。はい、というわけで本日このデッキ使ってランクマッチやってきました。勝率はランクマッチじゃないわ、プレイの方ですね。ちょっと今ランク上がりすぎてて、ランクマッチ潜れなくなったんで、プレイの方で、まあ今んとこ 100% ですかね、5戦5勝の 100% なんですけど、まあランクマッチに持ってってもしっかり勝てるタイプのデッキかなと思います。対戦の方へどうぞ。はい、対戦よろしくお願いします。まあキープでいいんですかね。まあ DJ とかもありますし、しっかりと動くこと自体はできるかなとは思います。まあ、ハーフリングから置いてあげましょう。ハーフリング DJ 使いまーでいいかな。はい、じゃあシデッキですね。うん、まあ、使いまと DJ 置いていきましょう。こいつはね、あまりにも悪いことをしすぎてブロックできないというね、呪いにかかってしまったので、だからこれがやるのは弓使いでよかったですね。うん、ラクドスナイト、今回騎士絡みっていうのが結構追加されたんですよね、ビア物語で。なんでまあその辺注意しながらっていうのでいいかなと思います。ただ相手目線って DJ 絶対に取れないんですよ。だから 取らなきゃいけないんですよ。なんでまあここは DJ 取ってくれるんじゃないかなとは思います。覚悟ハイバー、まあ、こんなんね、じゃあこの木をしばいて
石をしばいて、あの相手のアップキープに相手がドローしてくれるんで、はい、相手がなんかドローしてくれるんでね、弓使いで落とします。まあ放置しといたらいいっちゃいいんですけど、まあ相手の盤面にねクリーチャー残ってると DJ の探り対象もいなくなっちゃうので、まあしっかりと取ってあげるのが一番楽かなとは思いますね。うん、であと DJ なんですけど、できれば自分のターンの起動が強くて、まあそのタイミングで起動できれば OK かなと思います。この批判化視察、まあ、これは死んでいっか、サイバーで回収してどうこうもできますしね。うん、はい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 、なんか全体火力がありそうな見た目はありますね。うん、まあ、面倒さそうなやつは早めに落としちゃって問題ないと思います。機械の進化、まあ、ハーフリング置いて、DJ 起動でこの2枚取りながらドローしてで勝ってそうですかね。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。マリガンですね。強いカードは揃ってたんですけどね。うん、これはいやー、なんか全部欲しい。タワー戻しますか。パバチラプラス確かヨーグモスで無限にいろんなものが稼げた記憶があるので、これはパバチラスタートでいいかな。使い黒無色黒の弓使い界の進化パバチラで勝ったか。いや、まだ勝ってないか。うん、無色出します、食います、弓使い一点の機械の進化で、弓使いを食いながら、用具モスで、ここで結構無限ドローができてるはずなんですよね。あー、サクルカードがないわこれカウンター乗っけなかったらあれでしたね。完全にプレミしました。まあ次のターンの気合の徘徊者でどうこうしてあげましょう。うん、サクルカードが追加でいっぱい出てくるのと、相手がまあギルドゲートなんで、まあちょっとならゆっくりしてでも大丈夫かなって思います。このターンは全体的にブッパーしてきませんからね。うん、飛んでくるのは次のターンぐらいからだと思います。このターンはドロスあたりで済むんじゃないでしょうか。案件、はい。ただこの次のターンは多分全体軸が飛んでくるターンになってくるんで、なんとかくるくるしたいとこですね。うん、増殖流、マイナス1カウンター乗っけれる対象ができましたね。手札に引きがないらしい。破壊会社、ヨーグモスで、まあサクッて乗っけてワンドローを切り返せます。うん、あー、節のカード引きましたね。まあ、とりあえず一旦ドローをし続ければなんとかなるかなと思うんで、でこのターンは結局狼とか出せませんからね。タップインで殴りましょう。ラストあたり飛んできそうな見た目はありますけど、まあ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 、これはこれって、まあ、悲哀の徘徊者に乗っけて一気に増やしますか。うん、ラスゴが飛んでくるターンになるかなとは思いますが、まあタイバーとかでなんとかなると思うので、ストップ、これヨーグモスで食った方が強いですね。徘徊者じゃないわ、まずパパチラにくっつけてパクってワンドロー、次の、はい、リソース回収して次の動きをねしっかりしてあげるのが一番強いと思うので、はい、まあサクって
ドローン、あ、アーティストも引けましたね。なら最後にこれでいいんじゃないでしょうか。ほい、ジャムシー、隔離台が今んところないので、とりあえず一旦タイバーは置きます。まあマナクリではあるんですけど、まあ多くの弓使いでいいか。相手のデッキなんですけど、結構がっつりドローすることがあるんで、まあ一旦こういう動きでいいと思いますね。うん、あとは動きとしては大体なんとかなりそうな見た目はありますけどね。うん、ここでのライフゲインとかもできますし、まあ、こいつ速攻持ってるわけでもないので、まあ、サイズ自体はめっちゃでかいんですけどサイズ自体はめちゃくちゃでかいんであれなんですけど、お勝ってはないはず、勝ってはないはずですけど、ライフがめちゃくちゃ回復できる動きなので、オオカミアンタップインのこっちで、まあサクって用具持つ、オオカミがこれで死んじゃうんで、まあマイナス1カウンター置くのが強いですか。まあ、今のタイミングでする必要はないですかね。うん、まあエンドでいいかなと思います。この若き狼が2匹揃うと無限ループができるんですよ、ヨーグモスで。まあアーティストがいるとちゃんとね、あのライフゲインもしてくれる形になるんで、ビルド階段これドローがしづらいはずです。別に私はしてもいいんですけど、私はしてもいいと思うんですけど、この多くの弓使いがねどう思うかはまた別の話ですからね。ここはお牛にくっつけて対戦で取るんですね。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。マリガンですね、必要なパーツが一切なかったんで。でこれなんですけど、まあ相当すごい手札ですね。ハーフリング、オオカミ、アーティスト、これすごいことになりそうですね。うん、オオカミアーティストで置いて、まあヨーグモスまで通った後か、そうですね、ヨーグモスまで通った後にどうなるかっていう感じになるかなと思います。とりあえずオオカミアーティスト、ヨーグモスが入って、異界の進化をオオカミに打ちながらでいいかな。いや、ハーフリングに打ってもいいか。で相手はこれドレッジですね。うん、あんまりライフをがっつり詰めすぎるとめんどくさいことになる気はするんで、まあその辺の注意は必要ですけど、そこ以外の注意は一切必要。ハイヨル恐怖2回起動ですね、相手ずるすぎ。まあオグロール君は落としちゃっていいかな。うん、こっちが先手なこともあって、先手だよね。うん、先手なこともあって、次のターン、次の次か、いや相手が先手だったわ。次の次のターンには勝てるんで、まあ用具持つ、まあ、起動して、まあオグロールの上に乗っけましょう。一応アーティストとかもね絡んで、そんなに悪くない状態ではあるので、あとは、異界の進化でもう一回、狼を拾ってくるだけで、無限ループ完成ですね。うん、バピロスの道探し。ただここのタイミングで狼は捨てれないので、ナルコメーバが2体、これね実は相手も相当な分なんですよ。うん、ハイヨル恐怖2枚も落ちてますし、ナルコメーバとかも来てるんで、本当に結構な分ではあるんですけど、ですけどあのこっちの方がね
早かったというゲームになりそうなので、憑依された死体とか出てきますかね。まあぶっちゃけあのヨーグモスとかこんな感じのどれかが死ななければゲームに勝ってる形になってるんで、統合体まで出ちゃった。もう盤面すごいことになってますよ。盤面はすごいことになってるんですけど、これは勝ち勝ちですね。まあ時間が足りるかどうかの方が心配ですけど、はい、ハーフリング食って、まあアーティストと狼くん、はい、ヨーグモスの起動を狼にしながら、こっちの狼を削ります。これで無限ドロー無限バーンダメージですね。まあデッキの枚数分は相手にバーンダメージを飛ばせる形になったんで、てかこれ土地あるからアーティストもう1枚出した方が早いか。まあこれですね、対戦相手投了と。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ見ていただいたら分かる通りね、まあループデッキっていうのをしっかりと見れたかなと思います。異界の進化とかがね入ったことによるやっぱりメリットっていうのは増えてて、多くの弓使いとかもね2マナのカードでトークンを1体生成できるカード、かつフラッシュ持ちっていう音も含めて、本当に異界の進化からヨーグモスでつなぐ動きっていうのが強くなったかなっていう印象があります。でまあやっぱりこの手のデッキってね、この手のデッキというかまあサクリ台っていうのが用意しなきゃいけないんですけど、それもね悲哀の徘徊者とヨーグモスで、まあ、両方とも異界の進化対応ですし、まあ今までとね違ったルート、今までヨーグモスしか勝てなかったんですけど、サムアイズギャムシープラススカイマみたいなそういうルートができたっていうのは非常にでかいポイントなのかなと思います。はい、で本当はねアルケミーの方だとまた別の、ループルートっていうだったりとか、まあ、ループデッキっていうのも流行ってるんですけど、まあ、今回はですね、まあ、ヒストリックでの、まあ、ヨーグモスインっていうのを、使ってみたかった感じですかね。はい、まあ、今後とも面白いデッキっていうのはいっぱい増えると思いますし、まあさすがに指輪物語ヒストリックならね、まあこれぐらいのパワーでいいよねみたいな感じはするんですけど、アルケミーはやりすぎなんじゃないかなと思います。まあどっかのタイミングでねまた一つの指輪の禁止改定うんぬんかんぬんみたいな話は出てくると思うので、はい、またね、その辺、楽しみにしておいてほしいかなと思います。はい、というわけで本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。まあ次回もよろしくお願いします。それでは